ちょっと食堂で待ってたんですけど。滑っちゃった。てえじゃねえよ。包丁持ったまま歩き回るなよ。怖えって。しかも一匹仕留めてるよ。熟練の殺し屋なのだよ。監督、包丁きちんと洗ってくださいね。むしろ使わないでほしいです。